はい、よいしょー。あと、これは来月沖縄県に上陸するんで、それのなんや、どんな食べ物が美味しいかとかもうちょっとガイドブックを見てたとこですね。はい、今日は今から、カルビポテトチップス、海苔塩味、西日本版の海苔塩味を食べてみたいと思います。西日本版です、これは。瀬戸内海産青のり塩って書いてますね。はい、これどこだ。はい、そうですね、近畿から九州にかけて売ってるのかな、そういうことですね。西日本版の海苔塩味のポテチをちょっと食べてみたいと思います。これはまだ意外にもまだオープンしてへんかったから、よいしょ。で、これめっちゃ安売りしたんで、ついつい買ってきてしまいましたが、では早速開けてみたいと思います。また特別捜査委員会は上申書が出ていない4人を新たに捜査の対象に加えると発表しました。この4人の賭博の種類は、はい、焼きました。よいしょ、ちょっと待って。よし、はい、焼きました。はい、あ、めっちゃなんか青のりのいい香りがします。それじゃあ早速ちょっと食べてみたいと思います。ティッシュに少しだけ。あれ出てこへんで。とりあえずこんなもんで。ああ、おいしそうやな。早速じゃあこのちょこぼれかけたやつを食べてみたいと思います。では、いただきまーす。おいしそうですね。借金整理のご相談、朝日司法書士事務所の提供でお送りします。明日は梅雨前線の影響で朝までは近畿の広い範囲で雨が降る見込みです。明日近畿地方は雨か。近畿は明日日中の最高気温、日本海側で31度から32度くらい、その他26度から29度くらいでしょう。向こう1週間の近畿地方、気圧の谷は梅雨前線の影響で雲が広がり、来週水曜日にかけて雨が降りやすいでしょう。降水量は平年並みの見込みです。借金整理のご相談、めっちゃ美味しいですね。事務所の提供でお送りしました。ああ、シンプルで味で美味しい。関西だし醤油味も美味しいんですが、これもめっちゃ美味しいですね。それでは、西日本版の海苔塩味でした。それでは今回はこの辺です。さようなら。次回は何味を食べようかな。